続いて通告5番7番成田守君の一般質問を行います。7番成田守君。7番成田守です。よろしくお願いします。私の今日の質問はただ1点、京南医療センターに本庁はどのような支援を行うのか、このことを聞きたいと思います。それはなぜかと言いますと、私どもに寄せられてくる町民の皆さんの意見の中で、いわゆる救急車を呼んだけども来ない、先生と約束したけどもその通りなってない、予約時間を決めてもらってても、その予約時間から2時間、3時間経っても見てもらえない、こういう声が入ってきているわけであります。ところが、私が今回ですね、9月にとんでもない自分自身のいわゆる心筋梗塞という事態になったときに、実にその救急車の手配から手術の手配まで、完璧というか、9時30分に行ってから手術終わる、12時40分45分まで、これは運送の時間も含めてで、これは完璧にできているわけです。この矛盾がどうして起きてくるのかというのが一つの問題です。で、私は自分のことに起きた問題については、今京南医療センターで行われている各種改革プランのいわゆる成功の結果ではないかというふうに考えました。なぜかと言いますと、私が最初に行ったときに受付をしてもらった女性の職員ですが、この職員の人の対応ですね、私の状態を見てそうなったのかどうなったのか分かりませんけども、ここでちょっとお休みくださいということになって、すぐ先生も、しかもその時の先生は、いわゆる救急の先生は外科の先生だったそうなんですけども、たまたま内科の先生がおられて、その先生に連絡をされ、その先生が、ちょっと検査をしてみましょうということで、紙を持ったままですね、ナースさん、申し訳ないけども、すぐ救急車を手配してあるんで、そっちへ乗って、手配した通りにしてくださいということで、私が今、ここに立って、喋れているわけです。そうしなければ、足がなくてですね、秋の幽霊なんていうのはね、誠に、面白い幽霊になってたかもしれません。ということでですね、このことがなぜ大事かって言いますと、完璧にできてるっていう、この時間を全部経過を取ってみると、実にうまくいっているわけです。で、このことができるということは、今、京南医療センターが抱えているいろんな問題が解決できるという手がかりになっているから、この町はそれでは、どうしてこの京南医療センター持続のための支援をしていけるのかということを聞きたいのであります。ですから、その中では人、物、金、これがいわゆる支援の内容のすべてですので、まず第一にですね、人の支援を今後どのようにするのか、現状を踏まえた上でですね、現状こうだからこうなりますというようなことで答えていただければ、町の皆さんは分かりやすいんでないかと思います。まず人に対する支援というものはどのように考えておられますか。成田議員、まず第一にと言いましたけれども、通告は一つになってますので、それを含めて答弁でよろしいでしょうか。いいですね、じゃあお願いします。町長志村学君。成田守議員の京南医療センターへの支援についてのご質問にお答えいたします。京南医療センター企業団は、設立以来2病院2介護老人施設が一体となり、急性期から回復期、在宅医療、介護に至るまで地域全体で切れ目のない必要な医療と介護を提供することを目的
することを基本方針に掲げ、地域医療と介護サービスを提供しているところであります。今後もこれまでと同様に、京南地域の医療介護の拠点として、医療はもとより介護サービスも含め、地域住民に期待されるサービスが提供できるよう、町としても必要な人的財政的支援を行ってまいりたいと考えております。以上です。議長。7番、成田守君。ただいま の町長の言われる通りですね、いわゆる人的、すべてのことについて、町は挙げて、京南医療センターの支援をしていくという理解でよろしいでしょうか。町長、志村学君。京南医療センターにつきましては、当然、この地域、北部地域の核となる、医療介護の機関でありますので、今うちと市川三郷町と、半分ずつ、50-50 の支援をしております。これは人的財政的、ちょうど2分の1ずつの支援ですが、医療センター等もですね、常に会合も開いております。昨年から順調な運営に入っておりますけれども、今期も非常に良好だという話は聞いております。こういう中で、来年度どの程度、医療庁から人的支援あるいは財政的支援が必要なのかは、今しばらく今年度の様子を見てからですね、また詳細についての、話し合いが行われると思います。しっかりと支援をしていきたいという思いであります。以上です。7番、成田守君。ただいま の町長のお答えでよく分かりました。それでですね、私が今回受けたように迅速に対応していただいてですね、この富士川町の医療というものが本当に安心安全の基本になっているということをね、まず町内に知らしめて、この町に住んでもらうというようなことに結びつけていただければありがたいと思います。私の質問は終わります。以上で通告5番、7番、成田守君の一般質問を終わります。ここで暫時休憩します。